今日は競技の歴史を覆すような功績を残し、他の選手たちにとって花であり誇りであり、そして手本となっている偉大なスポーツ選手たちについて振り返っていきましょう。彼らは最高の結果と成績を手にした最も素晴らしい選手たちです。皆さんこんにちは。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スポーツの時代や技術、トレーニング法は変化していきますが、競技の歴史にその名を永遠に刻んだチャンピオンたちはずっと残り続けます。それでは始めましょう。マイケル・フェルプス。アメリカ人水泳選手である彼は、スポーツ史上唯一長水路で18度の五輪チャンピオンと26度の世界チャンピオンに輝いた人物です。フェルプスは全種目で他の選手たちに勝ち、22個のメダルを獲得した五輪の歴史における絶対的な記録保持者です。樹立した世界記録の数は37に及びます。彼の功績は2000年のシドニー五輪から始まりました。当時彼は過去68年で最年少のアメリカ代表の五輪水泳選手でした。この大会で彼が出場したのは 200m バタフライのみで、決勝では5位にとどまりました。しかし世界の舞台での経験を積み、次の2004年アテネ大会ではすでに金6個と銅2個の合計8個のメダルを獲得しました。さらに3つの五輪記録と1つの世界記録を樹立しました。2008年の北京五輪ではフェルプスはこれをさらに上回る結果を出し、出場した8種目すべて金メダルを獲得しました。こうしてフェルプスは近代五輪の歴史において最も功績のあるスポーツ選手となったのでした。ウサイン・ボルト。ジャマイカの陸上競技短距離選手です。この競技の史上最多記録となる6度の五輪チャンピオンと11度の世界チャンピオンに輝きました。8度世界記録を樹立し、 100m と 200m の世界記録保持者である彼は、2008年北京大会の 100m で9秒69という世界記録を叩き出し、初の五輪金メダルを獲得しました。その数日後には 200m で19秒30という世界新記録で2つ目の金メダルを手にしました。さらにその数日後には 4×100m リレーのジャマイカチームのメンバーとして37秒10という新五輪記録を出し、3つ目の金メダルを手に入れたのでした。モハメド・アリ。おそらく世界ボクシング史上最も有名な人物の一人でしょう。ヘビー級の統一世界王者です。彼がプロボクシングにデビューしたのは1960年で、1964年にソニー・リストンと初めて世界タイトルマッチで戦うまではそれほど注目を集めていませんでした。彼は自信家の成り上がり者といった扱いをされていました。アリが現チャンピオンから王座を奪うなんて思っていた人はほとんどいませんでした。しかし試合が始まるや否や、リストンの攻撃を軽くかわし、稲妻のような強烈なパンチを浴びせるアリの様子に見る者全てが圧倒されました。ヘビー級では珍しくパワーとスピードを兼ね備えていました。アリとボクシングをしたことのある人は口を揃えて、彼の攻撃の始まりを見抜くのは不可能だと言います。6ラウンド終了後、リストンは棄権し、アリは22歳でヘビー級の世界チャンピオンになりました。その後10度にわたりタイトルを防衛し、3度の世界チャンピオンに輝きました。1967年、宗教的信条から徴兵を拒否した彼はボクシングライセンスと世界タイトルを剥奪され、裁判は1971年まで続きました。1971年、アメリカの最高裁は徴兵委員会が彼の宗教的信条を考慮せずに誤りを犯していたことを認め、アリはライセンスと過去の功績が回復されました。最も偉大なボクサーとしての本当の名声をアリが手にしたのは、チャンピオンのフレイジャーとフォアマンに勝った時でした。これらのマッチは世界ボクシングの歴史に残る珠玉の戦いとなっています。ペレ。フランス人のサッカー選手で20世紀最高のプレイヤーです。彼は現時点で代表チームのメンバーとして3度のワールドカップ優勝を経験した唯一のサッカー選手となっています。
最も得点力のあるフォワードで現役で出場した公式戦で通算1289ゴールを挙げました。フィールド上でのペレのパフォーマンスには弱点がなく、連携プレーに長け、常に試合を鋭く読み取り、個人プレーに走らず、さらに守備の面でも良い守りを見せる選手でした。彼の正確なパスは素晴らしく、ドリブルテクニックでは周囲を圧倒しました。初めて彼がブラジルをワールドカップ優勝に導いたのは1958年のことでした。この大会はスウェーデンで開催されました。準決勝のフランス戦では彼はハットトリックを決め、決勝戦では開催国相手に2得点を挙げました。キャリアで通算92回のハットトリックを達成し、1つの試合で4得点を挙げた回数は30回に及び、そして最も多かった時には1試合で8ゴールを挙げたのでした。アレクサンドル・カレリン。グレコローマンレスリング選手である彼は3度の五輪チャンピオン、9度の世界チャンピオン、12度のヨーロッパチャンピオン、13度のソ連チャンピオンに輝きました。そして統一世界王者で優勝し、地球上最高のレスラーとして金のベルトを4度贈呈されました。アマチュアレスリング国際連盟から20世紀で最も偉大なグレコローマンレスリング選手の称号を与えられました。1989年から1999年の間、カレリンは世界選手権で9度優勝を飾りました。スパーリングでは肉体的動作のみならず、考え抜かれた独創的な行動でもライバルたちを圧倒しました。その10年間、指導者や選手は誰もが優勝を狙える望みがあるのはカレリンが大会に参加しない時だけだということを悟っていました。マイケル・ジョーダン。アメリカ人バスケットボール選手である彼は、おそらくこの競技で最も有名な人物でしょう。輝かしいキャリアにおいて、彼がプレーしたプロチームはシカゴ・ブルズとワシントン・ウィザーズの2つだけでした。これらのチームのメンバーとして、彼は個人としてもチームとしても数多くの賞を受賞しました。NBA ファイナルでは6度優勝を飾り、オリンピックでは2度チャンピオンに輝いたほか、その他数々の賞を手にしました。コートの上では攻撃で抜きんでたジャンプ力を発揮していました。バスケットボール史上最高のディフェンダーの一人とされています。キャリアを通じて約200ものクラブ記録を樹立し、2009年にはバスケットボール殿堂入りを果たしました。ロイ・ジョーンズ・ジュニア。ライトヘビー級の統一世界チャンピオンであり、ミドル級とヘビー級でも世界チャンピオンになりました。ミドル級出身でありながら、スーパーミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級でもタイトルを獲得したボクシング史上初のボクサーです。1993年、ジョーンズは死刑執行人というあだ名を持つ有名なバーナード・ホプキンスを判定で下し、初めて IBF 世界ミドル級王座を獲得しました。2003年までに彼は圧倒的なスピードとテクニックを武器に、あらゆるライバルを独自の挑発的なスタイルで倒していきました。後に彼はヘビー級への移行を発表しました。この発表はボクシング界に衝撃を与えました。ジョーンズが対戦相手に選んだのは、あのホリフィールドにも勝利したジョン・ルイスでした。このマッチはセンセーションを巻き起こしました。ジョーンズは自分のペースでルイスを圧倒し、ルイスよりも明らかにテクニックもスピードも勝っていて、戦術面においても賢い戦いをしていました。ルイスは手も足も出ず、ジョーンズは劇的にヘビー級世界王者となったのでした。その後キャリアで初めての敗北を味わいましたが、これは全く別の話である上、偉大なボクサーの価値を下げる要素には全くなり得ないものです。はじめに思っていたよりもテーマが広くなってしまいましたが、今日のところはこれでおしまいです。もしこのテーマが好評のようでしたら、必ずまた続編をお届けしたいと思います。ぜひ皆さんの感想をお聞かせください。最も素晴らしいと思うスポーツ選手は誰ですか？このランキングに入れるべきなのは誰でしょうか？ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。